ビョブはユニックス系オペレーティングシステムで使用されるターミナルマルチプレクサである GNU スクリーンと Tumox の機能を強化するものであり、オンスクリーンで通知や状態を表示する機能を提供しタブ付きのマルチウィンドウの管理に使用することができる。ビョブはリモートサーバーに接続するときのターミナルセッションを改善することを目的としている。バージョン1.0は スクリーンプロファイルズという名前で2008年の Ubuntu デベロッパーサミットにおけるサーバーに接続されている管理者へのオンスクリーン通知を簡単にする方法についての議論から生まれた。このプロジェクトはバージョン2.0でビオブに改名された。これは日本語のビオブという言葉に由来する。バージョン3.0では他のユニックス系オペレーティングシステムへの移植を可能にするために アウト負けを使用するように、ビルドシステムを作り直した。バージョン4.0では、画面分割機能を導入し、ステータス通知システムが作り直され、t o m o x プロファイルのサポートが追加された。バージョン5.0で導入された、最も重要な変更は、デフォルトのバックエンドが GNU スクリーンから t o m o x に移行したことである。ビオブはもともとは Ubuntu 向けに書かれたが、後に、 その他の Linux ディストリビューションや Unix 系、オペレーティングシステムに移植された。ありがとうございます。